おっと、気づかなくてすいません。私の雑誌を手に取ってくれてありがとう。この雑誌では住宅やインテリア関係の記事を連載しています。あと、インテリアやおしゃれな生活の参考になるルーティン動画なんかもあります。皆さんも立ち読みして気に入ってくれたら定期購読のためチャンネル登録をお願いします。では早速今回のテーマに移りましょう。はい。今回のテーマはですね、インテリアが映える間取りということで、皆さんですね、インテリアと間取りの関係について考えたことはありますか？例えばですね、今から賃貸アパートを探している方ですと、その間取りが果たしてインテリアが映える間取りなのか、インテリアと間取りというものは関係するんですね。なので、その今回お伝えするポイントを知って賃貸アパートを探していただければ、インテリアが映える間取りに住んでいただくことができます。あとはですね、建て売り住宅を買う方もそうです。家を買う際ですね、もちろん今持っている家具、あとは家族構成に応じてですね、その十分なスペースが、得られているのか、そこについては考えている方がほとんどだと思います。なんですが、その間取りがインテリアが映える間取りなのかですね、こういった点も考えていただければと。では早速ですね、今回のトピックについてご説明します。今回のトピックです。まず特集としては、インテリアが映える間取りですね。今回ポイントをお伝えしていきます。で、最初にですね、皆さん、インテリアと間取りの関係について考えたことはありますかということで疑問について投げかけます。次にですね、インテリアコーディネートにおける貢献の関係、あとはその次に収納の関係、インテリアコーディネート余白とはについてご説明します。で、最後に、テレビの配置ですね。もちろんですね、家に住むってなるとですね、ほとんどの方がテレビを持っていると思います。最近テレビが大型化進んでるんですね。なので、テレビの配置、これも重要になってきます。では次のページに移ります。まずですね、皆さんですね、インテリアと間取りの関係については考えたことがありますか？例えばですね、間取りは広さしか気にしたことがない、そういった方も多いのではないでしょうか。あとはですね、インテリアについては、住んでから考えればいい、これに関してももちろんその通りです。なんですが、大前提の器として、その間取りが、インテリアを配置した時にですね、インテリアが映える間取りなのか、これもですね、家を買う際考えておく必要があります。あとはですね、間取りを考える時に家具や家電をなんとなく配置するイメージはついている方も多いのではないでしょうか。なんですが、今回お伝えするポイントを押さえていただくと、またちょっとですね、ここの家具はこっちに置こうとか、考え方が変わる可能性もあります。では次のページに移ります。間取りを考えるときにですね、一定のポイントを押さえておくことで、賃貸アパート、建て売り、あとはですね、注文住宅ですね、それぞれ家を探す、買う際にですね、ポイントを押さえることでインテリアが映える間取りに住むことができます。はい、ではですね、早速ですね、まず皆さんに考えていただきたいことがあります。この2つの間取りですね、どちらも20畳の LDK の間取りになります。どちらがですね、インテリアが映える間取りだと思いますか？まずですね、違いについてご説明します。よく見ていただくと、窓の配置が違うんですね。この2つのリビング、どちらもですね、縦長のリビングになってますね。で、一方は短い辺の部分に大きな窓を持ってきています。で、2つ目ですね、もう一方のものは短い辺にですね、大きな窓を持ってきてます。どちらがですね、インテリアが映える間取りだと思うでしょうか？私の答えはですね、左側の間取り、こちらがインテリアが映える間取りだと思います。ではですね、今回ですね、この窓の配置、これについてなんで重要なのかということをご説明します。窓はですね、光が入ってくる場所です。自然光が入ってきます。なので、光源を考えることがとても大切なんですね。で、光について大きな2つの役割があります。インテリアコーディネートを考える上で2つの役割があります。で、1つ目がですね、空間にメリハリを持たせることができるんですね。なんでかっていうと、光が当たることで物が立体的に感じられるんですね。光が当たってる部分、そして影ですね、それがあることで物が立体的に見えます。なので、メリハリがついた空間作りができるんですね。で、2つ目にですね、空間に広がりを持たせて空間を広く見せることができます。で、具体例をご説明します。
まずこの写真ですね。この写真、リビングの写真です。右側から光が当たって影ができているような写真になっていますね。光源について考えるときに重要なのがですね、インテリア、例えばソファーであるとか机であるとかですね、横から光が当たっていることがとても重要なんですね。横から光が当たって、で左側あるいは右側にですね、影ができている、この光と影が両方見えることで立体感が生まれてきます。つまりですね、家具に光が当たった時にその影も一緒に見えているかということも重要になってきます。2つ目の効果です。この写真見ていただいてどう思うでしょうか。吹き抜けがある写真ですね。上から光が当たっていることでどこかですね、こうホワイトアウトしているような真っ白の部分ができるんですね、奥に。なのでこういう光がたくさん当たっている空間ですと、その光の奥にですね、さらに空間があるんじゃないかなという錯覚に陥るんですね。なのでその分空間が広く感じられることができます。なのでインテリアコーディネートにおける光の2つ目の役割ですね、空間を広く感じさせることができるということがあります。あとはですね、注意していただきたいんですが、高い位置にですね、窓がある場合、その下に家具などを置く場合には、その光を必要以上に遮らないように注意してください。光を遮ってしまうと光が部屋の奥まで入ってこないんですね。なので部屋の中央に置いてある家具に光が当たらない、なので立体感が生まれないようなインテリアコーディネートになってしまいます。はい、つまりですね、先ほどの間取りに戻ります。この図ですと赤い部分が光が当たる部分になります。なのでこのいい例だと光が当たる部分が部屋の全体的に多いんですね。なので間取り選びをするときにですね、大切になってくるのが部屋の大部分に光が当たるということ。あとは家具を配置したときにですね、家具に横から光が当たる、かつですね、目線の先に光がある、あとは影がある、その光と影で立体感を出してあげるということが大切になります。次の質問です。この間取りですね、どちらもですね、8畳の 1K のアパートです。どちらがインテリアが映える間取りだと思いますか？答えはですね、左側の間取りになります。で、違いはですね、収納の部分にあるんですね。左側の間取りですと収納は部屋の外についています。かつですね、これ 1.5 畳ぐらいある収納なんですね。で、右側の間取りですと部屋の中に収納がある、かつですね、1畳ぐらいの収納です。で、収納を考えるときにですね、注意していただきたい部分があります。まずですね、一人当たりですね、1.5 畳から2畳ぐらいの少なくとも収納のスペースがあるかですね、賃貸アパート、一人暮らしのアパートを探す際には注意してください。あとはですね、建て売りあるいは注文住宅で、家を買う際ですね、収納が十分あるのか、インテリアコーディネートにおいて収納の意味なんですが、余分なものを排除するという意味があります。収納が十分じゃないとですね、家具、デザイン家電、それ以外のものが部屋の中に入ってきてしまうんですね。なのでインテリアの要素として必要ないものは全て収納の中にしまう、それができる収納のスペースがあるのか考える必要があります。はい、次にですね、この2つの写真ですね、よく最近写真映えという言葉がありますが、どちらが写真映えしている写真だと思いますか？ちなみにどちらも同じリビングです。私の正解は右側のリビングですね。違いについては余白という部分にあります。写真を見た時にですね、カーペット、窓、壁ですね、家具以外に映り込んでいる場所が多いですね。これを余白と言います。その余白と家具、メインの部分がどれぐらいのバランスなのかですね、それによってですね、写真映え、つまりですね、インテリアが映えるリビングあるいは部屋なのかですね、そこら辺に関わってきます。で、全ての家具を配置した時にですね、余白がどれぐらい存在するのか、そしてですね、人が通れるスペースが十分にあるのかですね、考えてみてください。ちなみになんですが、人一人が通れる横幅のスペースは60センチだと言われています。なので例えば
リビングのテーブルを置いた時にですね、通路にしたい部分に最低限60センチがあるのか、そういったことを確認してみてください。なので、間取りを見た時にですね、家具を配置してみてください。家具を配置した上で、その余白がどれぐらい存在するのか、確認しておいてください。最後のポイントとしてテレビですね。テレビがないうちは今ほとんどないと思います。なので、テレビ、これがリビングあるいは寝室のですね、インテリアのパーツになってくるんです。なので今回はですね、テレビ用のコンセントの配置についてご説明します。これはですね、一例として賃貸アパートですね、8畳のアパート、あなたならですね、このアパートにテレビ用のコンセントどこに配置をしますか？私の答えはこの間取りのように青で囲んだ部分ですね、この右下部分にコンセントを配置します。理由としてはですね、光源に関わってくるんですね。部屋の中に光が当たる部分、これがどこにあるかが重要になってきます。この間取りですと赤い部分に光が入ってくるんですね。で、ポイントとしては2つあります。まずですね、光源がテレビの画面に当たらない位置にあるのか、これを確認してください。で、2つ目ですね、光が当たってしまう、そういった配置になってきた時にはですね、例えば延長のテレビ用のケーブルを買う、で、そのテレビ用のケーブルがですね、見えていると良くないので、コードカバーですね、それを、壁際に這わせて目立たないようにしていただく、これも一つですね。あとはですね、最近ですとレコーダーを買っていただいて Wi-Fi をつなげてリアルタイムでそのテレビ番組を別の部屋あるいは同じ部屋でも、離れたところにですね、送ることができます。こういったことも活用して窓からですね、光が入ってきて、で、その光がテレビの画面に当たらない場所にあるのか確認してください。で、テレビの画面に光が当たってしまうとテレビが反射して見づらいんですね。なのでそういったことは避けましょう。はい、ではですね、お話ですね、最後におさらいしていこうと思います。今回はインテリアが映える間取りということで、賃貸アパート、建て売り、注文住宅ですね、このあたりに共通するお話をしました。まず一つ目にですね、光源ですね、よりですね、光が当たる部分が多い部屋、そういったものを選んでください。あとはですね、家具を配置した時にですね、家具の横から光が当たってその影も目線に入ってくる、こうやって部屋の立体感が生まれますね。あとはですね、収納です。十分な収納があるのか確認してください。インテリアにおいての収納の意味です。インテリアの要素として余分な部分をですね、収納にしまう、十分な収納があるのかということが重要です。あとはですね、余白の部分ですね、これも家具を配置した時にですね、十分な余白があるのか、余白があると空間にメリハリが出て、インテリア映える間取りになります。ほぼ皆さんの家庭にあるテレビですね、テレビを配置した時にですね、そのテレビ画面に窓からの光が当たらないかですね、直接当たらないか、考えてください。もしですね、テレビ用のコンセントが都合が悪いところにしかない場合ですね、延長ケーブルを買う、あるいは Wi-Fi を活用していただいて、テレビをですね、適切な場所に置いていただければと思います。今回ですね、お伝えしたです。インテリアが映える間取りですね。今回のポイントを押さえていただいて、皆さんのですね、家作り、あるいはですね、家探しにですね、活かしていただければと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございます。今回のテーマはいかがだったでしょうか。これからも住宅インテリア関係のさまざまな情報を特集として発信していきます。ぜひ気に入ったら定期購読のためチャンネル登録をお願いします。ではまた次回お会いしましょう。